こんにちは、ジャズドラムの黒田です。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、譜面の書き方の第3弾なんですが、リピートマークの付け方ってやつですね。まあ、ドラムの前は、まあ、最初に、まあ、ここ平音記号、これはリズム譜という意味が書いてあってですね、4分の4拍子、まあ、こう4分の3拍子だったりとかするんですが、リズムのパターンはね、こう、まあ、僕上から書いていくんですけど、ドラムってね、玉の位置があんま変わらないので、このように書いていますが、例えば、こういうリズムがありました。まあ、こんな感じですね。レッテルをちゃんとツイッとつけとく方がいいですね。イントロ。で、イントロが、まあ、例えば、これで8小節あるとしたら、このように、かなって書いて。この二重線書くと、ここに自動的にフィルインが入ってますから。で、まあ、A メロディー。もう同じリズムだったら、そのままリズムパターン、このままでいいですかね。書いちゃえばいい。A っていうのね。同じメロディーの場合は、同じレッテルを貼りましょう。で、次 B。ね。B で、まあ、リズムパターンが、例えば変わったとするじゃないですか。もうちょっとハイハット書かないです。で、僕もめんどくさいんで、足した数字をこうやって書いちゃったりすることもあるんですが、こういう風でもいいです。で、C サビがあると。まあ、ただリズムパターンちょっと全部変えますね。で、まあ、ここはライドシンバルで叩きますよっていう風に。で、7小節と。まあ、よくあります。で、余ったら僕はこう。これね、余って放置しとくとここに入っちゃうんで、入らないように、くしゃくしゃくしゃってしてしまった方がいいですね。これが僕の、まあ、特務。ここまで書いていくのは前回までの、譜面のね、1小節のリズムパターン書き方っていうのと、省略の仕方っていうのを書いたので、これでいいと思います。ね。だから例えばここ、インターリュード。イントロとインターリュードとエンディング。これアウトロって書く人もいますね。アウトロでもいい。イントロ、アウトロでもいいですし、僕は、エンディングっていうのを使います。っていうのが使えますか。インターリュードっていうのは感想のことですね。このインターリュードのところは、例えば、じゃーんってクラッシュしたら、7小節区切るっていう風だったら、こういう風ですね。ここお休みして、で、また A に戻るという風な形をとります。で、この後なんですが、まあ、例えば、結局、こっから下にずっとまた2番を全部書いていってもいいんですけど、そうすると、締めが非常に長くなるということと、まあ、できればドラムってめくりたくないので、最大2枚にしたい。まあ、せいぜい3枚でペタッと、僕はミュージカルでも3枚なんとか、詰め詰めにして書きたい。で、要は音楽の構成っていうのは基本的にはですね、同じことを繰り返して、モチーフを繰り返さなきゃいけないんですね。そうすると、2番はどうなってるかって骨格が分かった方がいい。例えば、よくあるのは1番は A2 回あるけど、2番は A2 回しかない。そうすると、ここに戻るという、リピートマークを使うわけですね。で、1番と2番との違いは、例えば、1番は、止まるけど、2番はギターソロに行くよと。ギターソロの場合はリズムパターンをまた変えて、まあライドとか。このようにするわけですね。ここまではだいたいよく使うパターンなので、皆さんよく知って、1番と2番は1括弧と2括弧。だいたい末尾が違うんで、末尾を1回目の末尾はこれだよ、2回目の末尾はこれだよっていう風にした方がいいですね。だからここの A をリピートをかけてしまっていると、ここに戻った時に2回繰り返すのがどうなのかっていうのを一時指示しなきゃいけないので、ここは僕は結構ちゃんと書きますね。こういう風にした方がいいと思います。で、この後なんですが、結局ギターソロがあった後、よくあるのは B に戻って、またサビを繰り返すっていうパターンが多いわけですよ。そしたら、ここで、リピートをかけると、ここで戻ったリピートなのかさっぱりわからないので、ここでよく使うのが皆さんが使う。ダルセーニョというやつ。これ、ドラムソロと間違えてる人がたまにいましたが、え、今時みたいな。ダルセーニョですね。セーニョに戻るということですね。
制御っていうのを、じゃあここにつければいいと。で、この後、結構皆さんどこに行っていいか迷うんですが、制御は、制御とコーダの、これをセットになってるんですよ。制御とコーダで、ここを切り取って使って、次に進むって考えるわけですね。そうすると、ダル制御であそこまで行って、B と C を切り取って使って、次にコーダに、コーダからコーダに飛んで、で、サビを繰り返す。8小節。みたいな感じにすると、非常に書きやすくなります。ちなみに、ダル制御じゃなくて、イントロに戻るなんていうのもよくありますが、それはダカーポです。カーポは頭という意味です。ダっていうのは基本的にはこのフロムなんですね。英語で言うと。フロムカーポ。要は頭からですね。ダカーポっていうのは会話でもよく使うんですね。パソコンフリーズして、なんか書いてた書類全部消えちゃったら、ダカーポみたいになるらしいですね。頭からみたいな。もっぺんやり直しみたいなイメージがあります。そういう感じですね。ダカーポ。ちなみに、どうでもいい話が、レオナルド・ダ・ヴィンチっていうのは、ダ・ヴィンチのダはフロムなんですよ。有名な話でね。レオナルド。レオナルド、ダ・ヴィンチ村のレオナルドさんっていうことで、ダ・ヴィンチってみんな名前だと思ってるんですが、ダ・ヴィンチは、ダ・ヴィンチ村からやってきたという意味ですね。ダ・ヴィンチ村じゃないや。ヴィンチ村からやってきた、レオナルドさん。なので、ダ・ヴィンチです。ヴィンチはこれ、村の名前ですね。ヴィンチ村のレオナルドっていうことですね。ダヴィンチダヴィンチって言うけど、ヴィンチ村からって言ってるわけですね。レオナルドダヴィンチっていう、これ名前じゃないんですよ、ね。だからダカーポもダは頭、フロム頭からもう一回っていう意味があります。だからなんでダカーポにするか、頭に繊維をつければいいじゃないかってなんですが、繊維って探すんですよ。ダカーポはパッと見たら、あ、頭に戻ればいいやって思うので、それはあんま迷わずにいけると。セイニョってパッて言ったら、おー、探さなきゃ、セーフどこだっけっていう風になっちゃうので、ダカーポの方が頭につけるんだったら分かりやすい。ただ、頭にセイニョつけてる人もたまにいるので。ダカーポにしても、例えばじゃあ、こうしましょうか。ここからサビまで行ったら、イントロやって、A やって終わりたいっていう風な感じだったら、ここでダカーポをつけたら、ここで A やって、ね。で、最後の音だけ違うときになんだったら、これ2回目に使った音と、コーダ2。要は切り取りが、制御1とコーダ1で切り取り1。2番は、ダカーポとコーダ2で切り取り2になって、で、次にコーダ2にして、エンディング。A1 回やったら、エンディング。小説やって、おしまいというような書き方ですね。だから、こうやって見ると構造が、1番は、あ、ここまでで A、B、C やって、インターリュードになって。2番は、あ、A が1回抜けた、A、B、C やって、そのままギターソロに変わるんだなっていうのが、こんだけのスペースの情報で、大きく見れるわけです。で、ダルセーニョ、あ、そしたら、ギターソロが終わったら、B メロに戻って C まで行ったら、C 繰り返すんなら、みたいなのが、ずらずらずらって書いてあるよりも、なんかこう構造がよく慣れると見えてくるんですよ。で、ダカーポして、あ、イントロみたいな感じ、これがもうほぼほぼエンディングみたいに使って、最後なんか繰り返して終わりだなっていう感じの書き方になるわけですね。なので、ポップスなんかの、もう本当にサポートやるときは、僕かなり書き直しますね。本当に6枚組のプリントとか平気で送ってくるんですよ。ドラムはもうめくってられないんで、必ず1枚から2枚に、省略します。なので、リズムパターンなんかは、よっぽどベースの動きが変則でない限りは、基本的には、リズムパターンはある程度こういう流れで、まあ、ベースの動きを聞きながら、大体合わせる。っていうような感覚で僕らは演奏します。なので、ざっくりこういう風にして譜面を取った方が、かなり譜面も読みやすくなるし、書くのも得意になると、必ず読むときも、あ、こういう意味ね、みたいな感じになると思います。というわけで、まあ、3回にわたって書きましたが、これで曲の、まあ、コピーっていうのが随分楽になると思いますので、
ぜひこれを使って、このスキルを使って、どん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 コピーして、いろんな曲の、まあ、やり方、要は構成の取り方なんかを大きく見れるっていうのがすごい大事ですね。ぜひ使ってみてください。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。役に立ったなと思う方は、ぜひいいねマークを押していただけたらと思います。こういった、豆知識もいろいろやってますので、もしよければチャンネル登録と。あと、ドラムの、もし、講座が良ければ、ドラム講座のメールマガジンがありますので、毎回このアップした内容と、譜面なんかもつけてお送りしてますので、ぜひよろしければ登録ください。以上です。ありがとうございました。